イタドリ、お前強くなったんだな。俺の性別も知らず恵みなんて名前をつけた父親は今もどこかで朗々と生きている。不平等な現実のみが平等に与えられている。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。悪人が嫌いだ。さら地に想像力と感じする。一丁前の勇気をし。ここまでだな。Request backup。やってやるよ。邪魔だ。行くぞ。タートルを攻撃するぞ。今度マジで殴ろう。何秒気を失ってた。自分の良心に従って人を助ける。
はヒーローじゃない、呪術師なんだ。不平等に人を助ける。神さん、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になった。いたぞ、お前強くなったんだな。俺の性別も知らず恵みなんて名前をつけた父親は今もどこかでのうのうと生きている。不平等な現実のみが平等に与えられている。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。前に息をしやがる。ここまでだな。邪魔だ。払います。行くぞ。今度マジで殴ろう。疲れた。Attack!
何秒気を失ってた。自分の良心に従って人を助ける。ヒーローじゃない、呪術師なんだ。俺は不平等に人を助ける。人生、後悔、知辱、人間の負の感情が呪いの源になる。いたで、お前、強くなったんだな。俺の性別も知らず恵みなんて名前を付けた父親は今もどこかでのうのうと生きている。不平等な現実のみが平等に与えられている。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。